眠くないん？眠たい。寝る。僕も帰るから。てか俺のそこ机やからね、そこ座らんといてね。かっこいいな。今日も頑張った編集。でもしてないやろ。いらんしよ。はあ、今日もぼちぼちしてる。完成披露、完成披露。うるさい。パソコンと向き合いついてた。明日も頑張って編集しなきゃ。一旦これで完了。何やってんの？写真保存。ん？私は今 YouTuber ごっこしてるけど。何 YouTuber ごっこって？はあ、疲れたな編集。うるさいな。録音編集してないくせに。編集しろ。明日も撮影して編集して動画出さなきゃやばいな。なんだあいつ。YouTuber ごっこしてるけど何やってんの？スマホポチポチして何やってんの？君うるさいね。ちょっと静かにしててもらっていい？今いろいろやってんだから。YouTuber なんだから。分かった分かった。気分だけ大物 YouTuber。 ちょっとこっち来ないで。こっち来んといて。え、なんで隠したの？いやいやいや、こっち来ないで。何やってんの？いいからこっち来ないで。何やってんの？ちょちょいいから。あ、もうちょっとあっち行ってて。じゃあ後でサプライズするから。本当にサプライズするから。僕はミュウミュウがいい。うるさい。なんでやねん。やばい。わお。頭の中で編集してたわ。やっぱここはこの BGM 使わなあかんな。いや、パソコン一切開いてないや。あ、またやってた。夢の中で編集してたわ。いや、君うるさい。あ、ごめん、大物 YouTuber だから。あ、大物 YouTuber な。うん、大物 YouTuber さん。何？編集の極意とは何ですか？編集の極意？はい。タイミングだね。タイミング、うん、結構タイミングってやっぱ大事なんだよね、人生において。なるほどなるほど。いろんなね、選別していくタイミングがあるからね。うんうん。編集もタイミングの繰り返しだと。編集もタイミングだね。タイミングって、タイミングの繰り返しってことだよね。選別ちゃうん。選別は繰り返しだからね、うん、むちゃくちゃやん。もう編集も結構俺もだし、お前もタイミングが大事だよね。あ、そうなんだ。やるって決めたからね、やらないと。ありがとう。100万人までいけないよ、君。こっちとは。うるさい。てきたら500万人いくからね、今。50万人の間違いじゃないですか。うん。あとちょっとね、来月ぐらいには600万人。てか5万人の間違いじゃないですか。いや、来月ぐらいには600万人いくから。普段の頭あるけど、いつもより多く待ってます。ちょっとさ、ちょっと待って待って、いいけど止まって。なんかお前さ、前髪おかしくね。前髪ね、今ペチャクチャなの、うん、前髪おかしいよ。普通に、ちょっと、え、ちょっとこれさ、前髪ない方がいいよ、もはや。こっちはまだマシやで。まだこっちの話だよね。大物 YouTuber だから。あ、前髪4つぐらいしかなくなっちゃった。前髪なくなっちゃった。どうしよう。どう思うかな、大物 YouTuber ごっこ。まあ普通ですね。結構楽しかったでしょ。楽しくはないね。私って結構一緒にいると楽しめるタイプの人間やってんだよね、割と。うるさい、静かにして。で、何やってたの？まあさ、ちょっとさ、報告あるんだけどさ、うん、iPhone 変えた？画面の反射で見えるよ、うん、何？今見えたんじゃないの？なんかあんまでもちょっとしか見えない。人？誰かなんか。これ誰？私。いや、違う人やな、これ。ちょっとさすがに加工入りすぎてるわ。違う人やった。ねえ、た私、失礼なこと言わないで。なんかね、さっきこの人が私のことなんか壁紙にしなさいみたいな、うん、よくわからんこと言ってきたんで、やってみました。え、嬉しい。ありがとう、宮根くん。でも、どうせ明日には変えてんでしょ。うん、まあ、そうですでしょ。この動画撮れたら変える。え、なんで？え？他の女に会うってこと？なんか私を待ち受けにして不都合なことってあるの？いや、別に、いや、別に、いや、そういう不都合なこととかあるわけじゃない。すごい動揺じゃん。そういうことじゃなくて。すごい動揺じゃん。いや、そういうことじゃなくて、わかりやすいよね、宮根くんって。今、動揺してんでしょ。普通になってさ、これさ、だ電車の中でこうやって開いてさ、突然これさ、パカッてできたらさ、俺がアイドルの生活の雅ってバレちゃうわけやん。え、そんなことないよ。あ、あの子アイドルの生活が好きなんだって思うだけ。いやいや、なんで雅って認知されないの。いやいや、俺ファンかよ。ちょっと僕も好きだから話しかけてみようってなって、友達になれるかもしれないじゃん。ならないでしょ。普通にさ、やっぱ見バレしちゃうから困るし、盗撮とかされる可能性あるから、結構俺有名人だからさ、やっぱさ、結構気づかれるんだよね、街中とかでも。そんなことないし、もかったいないと気づかれないでしょ。うん、マジで気づかれない、俺。気づかれたことほぼない。ねえ。よかったら言うとき以外ない。あの、ちょっとまあ、ね、そういうね、いろんな事情があるから。変えないで。え、でもだってさ、うん、他のさ、ライブとかで来てくれたりさ、このチャンネルがさ、好きでさ、応援してくれてる人とかはさ、結構もかたちのこと待ち受けにしてくれたりしてるわけじゃん。いや、それ知らんて。じゃあ、みやびくんだって見習ってさ、もかのこと待ち受けにするべき、うん。なんでやねん。俺ファンじゃないんよ。え、でもかのこと好きでしょ。え、もかの一番のファンみたいなこと言ってたよね、どっかで。いや、そんなこと言ってませんけど。言ってたよ。勝手に決めつけんのやめてもらって。それなのに一番のファンなら待ち受けにもしてくれない。嬉しかった？
じゃあこれ1週間これにするわ。なんで、なんでその罰ゲームみたいな感じ。やーだ、罰ゲームみたいな。1週間これにするからじゃあ。ね、やーだ。なんで、じゃあ1週間と次の日には女の人に会うじゃん。いや、そこなの。別にいいでしょ。うるさい。俺が女と会おうか、誰と会おうか、誰とどうでもいいでしょ。どうでもよくない。気にすんな。うるさい。気になる気。メンヘル黙れ。何その T シャツ。T シャツ、シャツ。なんでちょっと言うのさ、マジでさ、もう本当にやばいよね、俺ね。ワイルディーすぎない。自ら V ネックにしちゃってます。あの、これ U ネックだったから V ネックにした。かっこよすぎでしょ。ねえ。もうちょっと U に近づいてきちゃった。ね、実はダイアリーで一番再生数の多い動画で何かっていうと、モカの顔に壁紙変えてみたらどんな反応するのかっていう動画が一番ね伸びてるの実は。おえ、そうだから今回これにしてみたんだけど、これね、これ開くとほら全然なんか見えなくなっちゃうの。モザ、うん、モザイクになっちゃう、なんかエロくなっちゃうの。ちょっとやめて、人の顔でエロくならない。どういうふうに使うかっていうと、いいよ、チューしてもいいから、じゃあずっとその待ち受けでいてよ。だ、前の時だってさ、モカのこと待ち受けにしてくれてたらさ、全然さ、すぐ変えたじゃん。変えてないよ。もう1週間ぐらいあのままだって。1週間って短すぎない？目つぶって開けたら1週間よ。いや、前の1週間短すぎ。ずっとそれでいて。じゃあ分かった、ルーレットしよう。この壁紙をどれぐらいやんないといけないか、ルーレットしよう。だから罰ゲームみたいに扱わないでって言ってんの。いや、罰ゲームみたいなもんでしょうか。罰ゲームじゃないでしょ。ルーレットのアプリやる。あんた相方のこと愛してないの？愛してる。相方の顔面好きじゃないの？普通ウィーンガシャ。おい、落とすな。はい、こういうアプリ入れました。うん、じゃあ、うん、1ヶ月かよね。ちょ、なんで最低が1ヶ月な。もうちょっとさ、あのもう3日とか1日とか作ってよ。ちょっと1ヶ月は、ね、おかしいやろ、普通に考えて。え、おかしいって、バグってる。1ヶ月、1年、うん、おかしいね。1年ふざけんなよ。1年、うん、あ、無理無理、絶対無理、やめて、お願い、本当に無理だから。ねえ、なんでそんな嫌がるの。虫食べるぐらい嫌がってんじゃん。10年。え、こいつこいつやばい、マジで。永遠3日。ちょっと待って、お願いだから、あの2つだけ作らせて、お願い。え、じゃあモカがやる。いや、ダメダメ、ふざけんな。ちょっと舌打ちしないよ、すぐに。怖い怖い。すぐに舌打ちしないよ。ね、1日1ヶ月1秒貸して。ん、これな、メンヘラは何をするかっつってな、ここでな、履歴検索するね。ここでな、女の名前出てきたらな、やってんやで、うん、やかましいわ。返しなさい、いいから。うわ、嫌がられた、怪しい。怖すぎだろ。もうこんな感じでルーレット作りましたと。はい、もうちょっとよくわかりませんが、はい、行きますよ。待って、とりあえず一回試しにやろう。ダメだよ、もう一発勝負だから。え、一発勝負よ、何やってんの。試合は一発勝負。え、怖い。行きますよ。え、ちょっと待って、お願い、ダメ。やばい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 、あー、よかったよかったー。え、勝手に下げんな。もうお前1ヶ月しかやらないからな、一旦は。一応もうちょっと気になる。10年で、ふざけんな。1年で、ふざけんな。無理無理無理。ダメダメ。1年間こちらの1ヶ月だよ。1ヶ月。超、本当に、すごい、神様っているんだ。まあ、1ヶ月はこれにしますわ、じゃあ。モカちゃん誕生日ぐらいまでは、じゃあこのトップガで、過ごさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。何やその顔。不満でもあんのか。うん。なんで不満あんの。罰ゲームみたいに扱われる。いや、罰ゲームじゃないけど、普通に罰ゲームでしょ。殴んないで、殴んないでな、やめて、やめて、じゃあやめて。じゃあ次お前。いや、もうか、待ち受け決まってるから、もうもうこれから変えたくない。誰だよ。もう変えないよ。誰だよこれ。知らない、おじさんやん。知らねえ。ちょっとそれじゃあ俺にして。いや、ルーレットして。じゃあルーレットで決まった年数を俺にして。じゃあ、やだよ。分かった分かった分かった。これそれじゃない、対等じゃない、正直。説嫌だな。じゃあ行きますよ、モンカさん。いいよ。何トップガンにする。じゃあトップガンにする場合、これ。違うこれじゃなくて、俺の顔ね。俺の顔トップガンにしてな。いくよ。じゃあ、いい、初っ端でいい。いいよ。いいの。うん、女だから。どういうこと。男だからじゃない、そこは。二言はない。やだー。
怖い。やだ。ズームで俺の顔の部分が。はい、じゃあ今撮って。あ、今撮って。ねえ、しない。早く今撮って。今撮りなさい、早く。はい、その顔で。ちょっと加工しよう。はい、はい、その顔10年ねえ、めっちゃやだ。この顔10年撮ったね。めっちゃやだ。見せて。やばすぎ。なんかいい感じにしよう。言ってるやん、顔。いい感じにすんな。いい感じ。エモくなるように。エモくすんな、人の顔。エモにしよう。勝手にごちゃごちゃいじんない人。いいから、それで早く設定して。今エモにしてんの。それ10年やで。やだ。いやいや、お前女に二言ねえっつったな、さっき。二言しかない。いや、二言しかないとかやばすぎだろ、普通に。犯罪者。約束守れ。そんなこと言っていいの？普通にお前もそれ犯罪レベルだぞ。で、俺が10年になってたら、だって10年やってるもん。かわいい、この子。めっちゃかわいいやん。よかったな。それ見るたび嬉しいよ、毎朝。よかったな。あー、かわいい。早くそれ設定して。どう？あざす。いやいや、とんでもないですよ、本当に。大事に使ってあげてください。分かった。ありがとう。うん、おいおい。そう、俺にしろ。あれ？俺にしろ。これじゃなかったっけ？これ最低だわ。分かった。もんなお前、10年それな。ほんまに10年それで。やだよ、それは。は？じゃあ、分かった。じゃあ、一か八かのチャンス。最後にくれてやる。もう一回ルーレット引いて、出たものにするか、10年で、するか。でも、次出たら絶対それにしろよ。もう一回引く。じゃあ絶対そうしろよ。うん。永遠が出たら永遠にしろよ。怖い。いくよ。うん、いいよ。祈るな。永遠になりますように、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 永遠になりますように。ね、結局10年やん。そういう夢だったんでしょうね、きっと。あー、素晴らしいね。素晴らしいトップ。これ素晴らしい壁紙やね。これで終わりだから。はい、10年ね。分かった。はい、10年間僕のトップカレー仲良くして。僕は1ヶ月で終わりだけど、ありがとうね。10年間僕の可愛い顔写真してくれて。サンキュー。じゃね、グッバイ。バイバイ、さよなら。あー、エロ。なんやその顔。喜べ。